日のご来店ありがとうございます。中村雄一と柏俊樹のヒーローズカフェ始まりました。はい、それではですね、3人目の方でございます。はい、これまたね、ちょっと新しいでございますよ、はい、3人目の方のご紹介をさせていただきます、はい、ハンドルネーム、キムさんでございます。はい、はい、はじめまして、中村雄一さん、柏俊樹さん、はい、私は韓国に住んでいる21歳の大学生、キムと申します。キムさん、はい、今回中村さんと柏さんがされているヒーローズカフェを知り、ぜひこの悩みを解決したくてメールを差し上げることになりました。私の悩みは、中村さんと柏さんもされていた仮面ライダーになるという夢を叶えたいというものです。しかし、常に韓国人が仮面ライダーができるのだろうかと、または外国人だと差別されて完全に俳優自体になれないのではないかという思いがして、いつも気分が憂鬱です。日本語をいつも熱心に勉強して話していますが、それでもまだできるという確信が持てないです、ぜひ中村さんや柏さんのような仮面ライダーになりたいです、僕の夢を叶えるための方法を教えてください。前に進みたいです。すごい、はい、映りました。あ、繋がりましたね。はい、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして、中村雄一です。柏です。はい、志賀美さん、そして、はい、サプライズさんですね。サプライズさん、サプライズさんですね。そうですね。すごい。憧れています、本当に。仮面ライダーして、いやー、こっちの夢です。はい、キムさん、今韓国ですか？はい、キムドヨンです。すごい、すごい、本当だ。俺は逆に憧れるんですけど。うん、韓国に行きたい。韓国に行きたい。俺、韓国に住みたいもん。もう、はい、韓国に住みたい。まあ、次回の配信ですかね、韓国に行きたい。はい、そうですね、前回の生誕祭の企画で、そうですね、韓国に行きたいの夢を叶える、次回ぐらいですかね。でも本当に日本語上手ですよね。そうですよね。独学でした。はい、独学で。独学で。嘘。いや、独学で。独学勉強しています。あ、素晴らしい。すごい。独学ってどういう風に勉強してるんですか？一人で本を見て読んだり、それとも仮面ライダー映画を見て、いつも誰さを話したり、そうやって勉強しています。すごい。はい、それではですね、キムさん、はい、はい、今悩みの方をご紹介させていただいたんですが、キムさんの方からも紹介いただけますか？はい、はい、高校1年生の時に進路を決めることがありました、うん、そこで、でも僕はあの時夢がなかったので、俺が本当にやりたいことは一体何だろうかと思ってながら、僕がいつも楽しみに見ている仮面ライダーを見て、僕が本当にやりたいのはこれじゃないかなって思って、その夢を考えながらいつもこうやって見ています。やっぱり韓国人が本当にライダーになれるかなって、いつもその思いがいつも心の中にあることで、気分が上手です。できるかな。ていうか、上手すぎて日本語上手すぎて、そう、すごすぎてもう何の問題もない。そうなんですよ。もうそのまんま明日来てもらってもいいぐらいですよ、日本に。何の問題もない。何の問題もないです、はい、もうだって多分僕より日本語上手だっていう。キムさんは今韓国でそういう、はい、俳優だったりとかお芝居をやられたりしてるんですか？はい、それも独学でやりたいんです。はい、独学でやりたいです。独学でされている。ああ、なるほど。それはもう、じゃあ大学をまず卒業された時点で、うん、まだその夢を叶えたいっていうものがお持ちならば、日本に来て、ね、チャレンジを、で、はい、そういうオーディションだったりとかが多分あると思うので、はい、入りたいというプロダクションが一つあります。皆さんも知っている井上雅宏さんがいる、はい、あ、そうなんですね。さんがある、はいはい、ゲームさんがあるプロダクションですけど、はいはい、その本校に入りたくて。へえ、ディケード好きなんですか？でも僕ライダーは全部好きなので、あ、これしか言えないと本当に難しいなと思います。
僕は今計画があるんですけど、はい、まずは私大学園は日本の大学園に行くつもりなので。ああ大学院に、うん、いいんだよ。今早稲田大学園に勉強して入りたいと思う。すごいこと。頭いいんだね。だから頭いいんですよ。だからちょっと日本に来たらちょっとただここに頭なんです。ちょっと友達になってください。どんな頭いい人揃えて。そうそう頭いい人揃えて揃えて。そうそう韓国の人の、ね、やっぱりこう海外進出狙ってるんで、もう国際的に。そうですね、そうですね。ぜひぜひぜひヒーローズカフェに来てください。ぜひヒーローズカフェに。どうもヒーローズカフェ国際国際的に。中村雄一と歌手としきと、はい、キムさんのヒーローズカフェ。いろんなね、やっぱり国に対応できる番組、ね、そうですよ、どん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 、うん、そう世界中の、ね、そう、でもね、本当に僕仮面ライダー終わって何年かしてから韓国とか結構旅行に行ったんですけど、はい、韓国旅行行ったら結構でも韓国でも言われましたよ。さ、ホテルのスタッフの人たちに仮面ライダー見てましたって言っていただいて、そうだから韓国でも仮面ライダー好きな人たちは結構いて見られてるんだなと思ってすごい嬉しかったです。はい、韓国でも人気があるので、はい、なるほど。そうなんだ。いやでももうキムさんはもうこの夢を叶えたいっていうしっかりしたものがあって、で、うん、そこに向かってちゃんと自分で やらなきゃいけないこと、うん、やるべきことをちゃんと見つけて、うん、どん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 前に進めていってるじゃないですか。だから絶対実現できると思います。はい、ありがとうございます、うん、そしてもしライダーになったらやりたいことは、はい、レジェンド方たちと共に一緒に変身する。あ、みんなで変身しましょうよ。じゃあとりあえず今やります。あ、今変身します。今一緒に変身しましょうか。やっていただけんですね。やりましょう。じゃあやっぱりね、せっかくなんでね、はい、あのこの機会に、はい、一緒にやりましょう。じゃあキムさんはもうキムさんのやりたい変身ポーズがもしあるならば。そうですね、キムライダーがいるならキムライダーの、もう立ち上がってる。もしあるんですけど、こうやってして、お拳をこうやってやれば、うん、変身を振って、そうやって変身するんです。もうこれやってんな、毎日やってるな。ポーズ作ってるぞ、もうすごいぞ。そんなすぐ、普通戸惑う。オリジナル作ってたの。だって立ち上がる準備してたもん。もじゃあ行きます。いいですか。はい、変身最初に言っておく。俺はかなり強い。変身。ためたな。すげえな。それ一番なんか力強かったもんね。そう。三人ともなんかかっこいいんだよな。これ皆さん見たいでしょうね。もう今すげえいい顔してるな。今。いや見せたかった。見せたいですね。皆さんにもキムさんの変身。そうですね。キム君かっこいい。かっこよかった。かっこよかったですね、今のは。かっこいい。もうそうやって頑張って皆さんと同じライダーの道を行くことが僕の今の最終夢です。すごい。素晴らしいです。素晴らしい。素敵です。そのままでいいと思います。そのまま突き進んでください。はい、はい、ありがとうございます。こんなに皆さんとお話しすることが本当に嬉しくて、昨日まで夜も過ごして寝てることも不可能なので、本当に胸がワクワクしたって、うん、本当にありがとうございました。本当嬉しいです。いやこちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ僕が韓国に行った時にはアテンドお願いします。そういう約束をするじゃない。後でこっそりやりなさいよ、はい、僕も行った時お願いします。それはそれで嫌ですよ、こっそりね。あのキムさん、あのしっかりとあの夢を叶えるにはね、やっぱ現実もどんどんやっぱ厳しいことも来るとは思うんですが、キムさんならパワーがあると思うんで、うん、頑張ってください。はい、はい、頑張ります。頑張りましょう。僕らも頑張るので。ありがとうございます、うん、はい、また何かあればメール送ってください。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ最後もう一回返信してみて。これじゃあ行きます、はい、お変身。ためたねー。ちょっとためたね。だからかっこいいね、このね。かっこいいね。この動き、ね。やってあげてください、彼ら。この手の動きがこう、
拳を握るのにこう持っていく動き、うん、空の、ね、ちょっと渋くなりましたもんね、このそうなんですよ、変身、しかも変身もちょっと落とし気味でね、ねえ、はい、いやかっこいい、素晴らしい、素晴らしい、はい、ありがとうございました、またね、ぜひチャレンジしていきましょう、日本に行ってね、日本で夢を叶えてください、はい、じゃあね、今日はゆっくり寝て、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。